えー、こんにちは、りょうです。それでは今日もお金の勉強をしていきましょう。えー、投資で勝つためにね、とうとう今日は何に投資すればいいかっていうね、みんなが気になるここをやっていきたいと思います。えー、そのね、答えなんですけど、えー、それはね、次回話したいと思います。ね、今後の動画で、えー、解説します。あの、実はね、ここで皆さんに特別なお知らせがあるんですよ。えー、この度ね、実はこう、りょうサロンっていうのを作りまして、 えここではね、月額の会費を払っていただくとね、特別な秘密の案件、ものすごい儲かるね、特別なあの投資の方法をお伝えすることができると。その応募方法なんですけど、とは言いませんよ、みたいなね <laughs>。騙されました <laughs>。これでね、 えー、あこれだけ散々こう、ぼったくりとか詐欺とか多いよっていう話の中で、この話信じたらダメですよ。今のところね、あの僕もお金いらないとは言いませんけど、あのできる限り無料でというかね、まあ、友達向けにもともとやってる内容なんで、えー、続けていきたいと思ってるんでね、えー、やりたいんですけど、えー、じゃあ最適な投資っていうのをやりたいと。ただね、この最適な投資っていうのは本当にね、人によって違うんですよ。 どういうことかっていうと、じゃあ、この、儲かる案件教えてくれとか、どうやったら儲かるんだとか、いい投資ってどれだとか、いろいろね、まあ当然聞かれるんですけど、それはね、本当に人によって違うんです。えー、はぐらかしてるわけじゃなくて、えー、本当にね、そうなんですよ。どういうことかっていうと、結局、その、年齢とかね、いろんな条件によって変わってくるんですよ。どういうのが最適な投資なのかって。だって、二十歳なのか、今50歳なのか、 例えば今70歳なんだったら、積み立てするよりも、貯金切り崩してでも今を楽しむ方が大事だと思うんですよね。人生っていうものから考えたら。でも今20歳で、今からお金を貯めていくっていう時期なんだったら、え、まあ投資をするのが大事なのかもしれないし、実際もっと稼ぐとか自分の経験にえ投資するのが大事な時期かもしれないしね。もしくは持ってる資産ですよね。今持ってるのが100万円なのか、 3000万円持ってるのかもしくは投資にどのぐらいお金を回せるのかですよねあの10億円持ってる人っていうのが10%の利回りを目指す必要があるかっていう話なんですよね結局利回りが高いほどそれだけリスクは高くなりがちなんでねまあもちろん10億円持ってる人でも10%でも20%でも利回り高い方がいいのは分かってるんですけど実際10%ってね利回りだけで年間1億円入るんで全然暮らせますよねそこまで目指す必要があるかなっていうところとかね 人にもよると思うんですけど、例えばこれが100万円、ね、資産が100万円の人だったら10、10%で回しても年間10万円増えるんですよね。それは嬉しいですけどね、月8000円増えたら。嬉しいですけど、それだけだったらやっぱりまだ足りないですよね。今はそこに使うよりも、事業を小っちゃくても事業を作った方がいいのかもしれないし、サラリーマンのね、としてのもっとこう、キャリアを積んだ方がいいのかもしれないしとかね、あと家族構成ね、これにも全然変わりますよね。 子供がいるのか、何歳なのかね、結婚してるのか、独身なんだったら、多少切り詰めてでも貯めていいと思うし、結婚して子供がいるんだったら、あまりにもね切り詰めすぎるっていうのも、これは人生の豊かさと変わってくると思うんでね、今後どうするつもりなのかとかね、奥さんがね、働いているのかとかにもよると思いますし、性格ですよね、コツコツタイプなのか、アクティブなのかとか、これやっぱり向き不向きっていうのがあるんですよ、株の方が向いてるとか、やっぱり不動産の方が向いてるとかね。 あの住んでる場所ですね。日本なのか海外なのかそもそもねで。この住んでる場所によって、例えば不動産をやるっていうんだったら、もちろん遠方でもいいんですけど、近かったら近いなりにできることっていうのがやっぱりあるしね。それから職業とか、能力年収、これ、属性っていうんですけどね。す、え、で、ー、に高級取りだったのかとか、夫婦が働いてるのかとか、無職なのかとかね。もしくはこう、何か特別なスキル、ネットが得意とか、プログラミング得意とか、そういうことによっても変わってきますよね。それから、えー、時間ですよね。 今、主婦なのか、サラリーマンなのか、専業で何かやってるのか、自営業やってるのかとか、どのぐらい時間が投資に対して取れるのかとか、取りたいのか、取りたくないのかとかね、そういうのでも大きく変わってくる。それから考え方とか人生観ですよね。一体いくら欲しいのかっていう話ですよ。毎月欲しいのか、それとも、その、毎月分配とかでお金を定期的なお金を増やしたいのか、それとも、毎月別に投資からのお金自体はなくてもいいんだと。 えまあそういう投資によってあの分配されるものされないものとかいろいろあるんですけどね不動産だったら家賃が入るとか株だったらその資産は増えていくんだけどあくまで数字上で売るまで確定しないとかねそういうものとかもあるんですよねそういうのを資産そのものの拡大を目指しているのかそれとも毎月のキャッシュフローっていうのを目的としているのかそういうのでも変わってくるし自分自身が一体どうなりたいのかって本当に大きく変わってくるんですよそれによって全然投資の手法が変わってくるんでだから まずは自分のゴールっていうのを確認するのが大事なんだよっていう話ですね。人によって正解が違うんですよ。だから、えー、例えば僕にとっては、この、えー、いい投資っていうのが7%っていうのがすごくいい投資ですよ。株がいいですよとか不動産がいいですよって言っても、みんなにとってはそれぞれ違うわけですよね。年齢だったり条件だといろんなものによって違うと。だから、えー、人によって正解が違うから、自分自身がやっぱりどういう。 えものをでをどういう人生にしたいかっていうのがすごく大事だと。それからなぜそこに投資するのかっていうのもすごい大事なんですよね。人によって違うと全く同じものに投資してても、例えばどこどこの株を買ってる、ね、どこどこの不動産を持ってるって言っても、やっぱりなぜそこに投資してるのかっていう自分の軸がやっぱり大事なんですよ、考え方が。あのじゃないと、自分の軸がなかったらね。 誰かが言ったからとか言って不安になっちゃったりとかあのすぐ手放したくなっちゃったりとかも結局何をやってるのか訳わ分わからなくなるんですよあのちゃんと自分の軸がないと勝てる投資家にならないんですよね資産を着実に形成していけるせっかく今成長してきててずっと持っといたらいいものを手放してしまったりとかねもうその急にやっぱり投機に行っちゃったりとかもう何をやってるのか自分で訳わ分わからなくなってくるんですよねだから結果そうなると損してしまうんでねえー、だから 株がいいとか、不動産がいいとかね、債券だからいいとかね、そういう話じゃないんですよ。自分の軸をちゃんとしっかり持った投資をするっていうのが大事なんですよね。んじゃあ、それは分かったんだけど、じゃあどうしたらいいんだって話ですよね。だからその辺は投資の実践編で語っていきますね。っていうのも、あの、無料でね。<laughs> えー、一旦初級のその投資で増やすっていうところは、ここまでにしたいんですよね。なんでかっていうと、 その株とかまあ投資信託ですよねとか債権とか不動産とかこの辺がまあ投資でメインになってくるえ商品になってくると思うんですけどひとえにこう株とか債権とか不動産って言ってもなかなかこう多種多様でねえ語るのに時間が結構かかっちゃうんですよねなんでえこの動画のえ目的はねえ自由に生きるお金と地位を身につけるんだとそのためにえ稼いで貯めて増やして守ると。 ね、今この増やすとこなんですよね。稼ぐちょっと飛ばしてるんで後でやりますけど今ここだと。だから全てが関連していい流れになっていくんですよね。増やすだけだとちょっとまだ弱いんですよね。なんで全部覚えていきたいと。なんであのここですよね。えー、最終的にこれが理想的なお金の流れだと。収入源を増やしてあの資産をねちゃんと貯めてそれで消費じゃなくて浪費じゃなくて投資に 回すとでこれを守っていくっていうのが、まあ、この理想的なお金の流れだとこれを作っていくっていうのが、まあ、一つの目標なんですよね。なんで、えー、各自のステージによって、えー、こう稼ぐのが大事な人とかね貯めるのが大事な人とか増やすのが大事な人守るのが大事な人それぞれのステージによって えー不足してるところがあると思うんで一旦ちょっとまんべんなくやりたいと。なんで今どうしても投資の方だけ突き詰めていくともうこれだけでコンテンツがどんどんできていくんでこれは嬉しいんですけどえ投資以外のところを聞きたいっていう人もいるんでねまずは今えー初級編というか基本編のところなんでえ全体をまんべんなく抑えていきたいと。そこから実際実践していくというねえその流れなんでねだから稼ぐのが大事な人っていうのは事業を持つとかね 本業のサラリーマンを頑張るっていうところを、えー、頑張らないといけない時期かもしれないしそもそも論で貯めるのが大事な人をねここは、えー、無駄なものを解約したり貯金をするっていうのが、えー、今大事な人もいるしで増やすのが大事な人っていうのは株とか不動産とかね債権とかその他いろいろ投資あるんですけどそういうものについてしっかり学んで実践していくとで守るのが大事な人は税金のことを覚えたりその他にこうお金をしっかり資産を守るっていうのを覚えていくと、ね、それ以外にも えまあ考え方であったりとかいろんなところお金っていうものを通じながらえやっていきたいんですね。なんでえ今は基礎のところなのでまんべんなくやりたいんだと。なんで投資を深掘りするのはもう少しあとね。でまんべんなく基本が終わったら随時ねちゃんとこれも全部ね語っていくんで一つずつね作っていきたいなぁとは思ってるんで今ちょっと投資もっとじゃあ結局何に投資したらいいんだっていうのはあると思うんですけど えー、基礎編なんでね、これで一旦終了ですと。これからちゃんと語っていくんで、で、えー、騙されにくくなったといろんな、まあ、多少ないし、こう、いろいろ学べたところあったんじゃないかなと思うんですけどね、動画を見てくれた人は。えー、だいぶ、もうこれだけでも、いろんなリテラシー、マネーリテラシーっていうのがアップしてるんでね、騙されにくくなっただけでも、もう大きくレベルアップしてますよと。だから、今はしっかりキャッシュを貯めておいてくださいと。現金ですね。今、 まあ2018年11月現在ですけどもこ、れこれに必ずお金を入れてくださいっていうのがある時期でもないんで,で、今後まあ何かない限りは基本的にずっと毎日更新していきたいなと思ってるんで、今1ヶ月とかね、やっていく中で今1ヶ月ちょっと投資が遅れたからって言って、すぐすぐでどうかなるもんじゃないんで、今はあの投資編に早く行きたいっていう人もいると思うんですけど、今はねしっかりキャッシュを貯めておいてくださいとでで。投資だけ覚えたらいいわけじゃないんで、 ちゃんと他のところも合わせて学んでいきたいです、ね。全部ちゃんとコンテンツとして、ね、無料で極力配信していきたいなと思っているのでね、えー、一緒にやっていきたいなと思っています、えー。投資編ね、結構いろいろ長かったと思うんですけど、えー、みんなね、本当にこう頑張って動画見ていただいてね、本当にありがとうございます、えー。今日もご清聴ありがとうございました。今後もね、一緒にずっといろいろ勉強していきましょう。